どうも、玩具発掘事務所です。今回紹介する中古玩具はこちら。1つ目、330円のデラックスのワンダーライドブック4種類セットです。はい、これやばいっすよね。で、僕の欲しかったジャークドラゴンワンダーライドブックがちゃんとついてるんですよね。で、2つ目も330円のワンダーライドブックの4つセット。1つだけ食玩なんですが、なんとこちら、ハッピーブレイブドラゴンです。はい、キャラデコ限定です。3つ目も330円なんですが、デラックスの金の武器、銀の武器のワンダーライドブックです。はい、しかも、電池入りです。4つ目も330円の X ソードマンのワンダーライドブックです。はい。これは異常。5個目も330円のエレメンタルドラゴンワンダーライドブックですね。はい。異常です。で、最後、6個目も330円のプリミティブドラゴンです。はい。ありがとうございます。冬の寒さなんてね、吹き飛ばすぐらいの激アツ中古玩具ですよね。もう熱々ですよ。プリミティブとかエレメンタルとかもね、本当に。ではね、こちらの中古玩具開けて状態確認、動作確認していきたいと思います。はい、というわけで結構ね、物も多いんで、1個ずつ紹介じゃなくて2つずつ紹介していきますね。で、デカブック3つとこの金の武器とか、後でね、じっくり紹介します。はい、まずはこの2冊。両方とも結構、擦り傷、引っ掛け傷は少なめで綺麗ですよね。はい、こんな感じですね。で、こちら両方とも電池が入っているので、音声確認同時にしていきましょう。はい、バッチリですね。続いてはこの2冊のワンダーライドブックですね。こっちも結構綺麗ですよね。擦り傷、引っ掛け傷、両方とも結構少ないです。はい。こんな感じですね。で、こちらも電池が入っているので音声確認していきましょう。あ、ニードルヘッジホックだけなんか電池入ってないですね。まあこれはいいでしょう。もうスルーします、今回は。ではね、次はこの2冊のワンダーライドブック見ていきましょう。まあこっちもね、擦り傷、引っ掛け傷は少なめって言おうと思ったんですけど、まあ玄武神話だけなんかちょっと微妙っすね。まあでもこれは3冊あるんで大丈夫です。はい、まあ全体的に綺麗ですね。では音声確認もしていきましょう。玄武神話は電池が入ってないですね。うん、これは入ってるね。2冊のワンダーライドブック見ていきましょう。これね、この2冊とも俺ほんと欲しかったやつで、めちゃくちゃ嬉しいですね。こっちはね、キャラデコ限定なんで、一応食玩ベースにはなってますね。はい。まあでも全体的にまだ綺麗なんじゃないでしょうか。ただ、ジャークドラゴンはシールの方結構擦り傷はちょっと多めな気がしますね。綺麗とは言えない。使用感ありです。はい。まあでも、綺麗ですね。このジャークドラゴンだけね、音声確認していきましょう。はい、バッチリですね。今回音声確認でも起動音しか確認してませんけどね。次はこの金の武器、銀の武器。はい、これも結構綺麗で、シールの部分はね、あ、でもシール、ここの引っ掛け傷が目立つなぁ。まあ、綺麗とは言えないですね。使用感ありです。はい。では、音声確認もちょっとしていきましょうか。そう、これね、キャラボイスもなるんですよね、変身者の。じゃあ次はこの X ソードマンのワンダーライドブック見ていきましょう。まあこれはね、まだ綺麗な方ですよね。シールの部分も引っ掛け傷、擦り傷は少なめですね。はい、裏面は結構蛍光色でちょっと動画で見づらいんですけど、綺麗です。はい、まあ中身も結構綺麗ですね。ちなみにね、この普通のワンダーライドブックたち、これもね、中一回全部確認したんですけど、全部綺麗だったんで大丈夫です。音声確認もしていきましょう。はい、バッチリですね。多分もう大丈夫でしょうね。最後この2冊一気に見ていきましょう。プリミティブとこのエレメンタル、まあ、両方ともこのシールの部分は、まあ、ちょっと引っ掛け技術とかあるかなぐらいで、もうほとんどなんか綺麗ですよね。で、プリミティブのこのね、特徴的なこの爪の部分の塗装剥げとかも割と少なめで、まあ、いい方なんじゃないかなと思います。はい。裏面もこんな感じですね。はい。結構ね、綺麗です。これ本当に。ちょっとプリミティブ開いてみましょう。こんな感じですね。内側のシールの部分も結構綺麗です。はい。
で、エレメンタルも、これは開くかな？開いた。内側のシールも結構綺麗ですね。いや、これがさ、各1個300円は安いよね。ではね、音声確認していきましょう。まずは、プリミティブドラゴン。はい、バッチリです。次は、エレメンタルドラゴン。はい、バッチリですね。では、このね、ワンダーライドブックは、もう、変身音の音声確認等は省きますね。はい。多分もうバッチリなんで、状態も。ではね、この3つのワンダーライドブックは、このソードライバーで変身音の確認していきたいと思います。はい、バッチリですね。必殺音は今回省略いたします。はい、ではね、次はプリミティブドラゴンの変身を確認していきましょう。プリミティブドラゴン、はい、この待機音かっこいいね。はい、動作バッチリですね。で、これもね、必殺音は省略いたします。エレメンタルはもうね、プリミティブと一緒に変身音の確認していきたいと思います。はい、動作バッチリですね。もう分かってたけどね。でね、エレメンタルも必殺音等は省略いたします。はい、今回紹介したのはこちらの中古玩具でした。では次の動画まで、さらばじゃ。